コンスタンスエリオット時計層は、時計層か、時計層族に分類される植物の総称であり、競技には、パッシフローラシルーリアという、種の和名である。和名は三つに分裂したメシベが、時計の長針、単身、秒針のように見える特徴のある花を咲かせることに、由来する。英名パッションフラワーは、キリストの受難の花の意味で、イエズス会の宣教師らによって、ラテン語で、 フロースパチオニーズと呼ばれていたのを訳したものである。16世紀、原産地である中南米に派遣された彼らは、この花をかつて、アッシジの聖フランチェスコが夢に見たという、十字架上の花と信じ、キリスト教の布教に利用した。彼らによればこの植物は、キリストの受難を象徴する形をしており、花の死亡柱は十字架、三つに分裂したメシベが釘、副館は、 ウバラの冠、五5枚の花びらと額は合わせて10人の、首と、巻きげは無知、葉は槍であるなどと言われた。俗名は造語だが、やはり蒸気比喩に習ったもの。なお、英単語パッションには、情熱の意味もあるが、この植物の名称でのパッションは、樹難の意味であって、情熱の意味ではない。鶴性常緑多年層の性質を持つ種が通常である。種の数は、約500。 栽培品種はそれらが掛け合わされてできるためさらに数が多い。栽培品種には驚くべき数の様々な色、形の時計層が存在する。額がそれぞれピンクと白というパッシフローラ X ベラティという栽培品種も存在する。パッと見には花弁と額の区別はつかないので白とピンクが互い違いになった花びらのように見える。それとは対照的に 副館も花弁も額も全部白というのがパッシフローラシルーリアコンスタンスエリオットである。中央アメリカや南アメリカの熱帯、亜熱帯域が原産地だが世界中で観賞用に広く栽培される。ツル植物で庭先などに植えられる。刺し目することで増やすことができる。正面から見た時計層500種以上が存在し、以下は代表的なもの。 一般にパッションフルーツと呼ばれるものは、果物と系層のみで、これ以外にも、ピーライグヤラリス、ピーマリーシマ、ピークワドラングヤレリス等が、食用目的で栽培されることがある。またパッションフラワーは、ハーブとして、鎮痛、精神安定、後継連、不眠の緩和、血圧の効果、ヒステリーやノイローゼの緩和、高年期障害など、精神や痛みを沈める働きがあると言われている。 欧州では伝統省薬製剤の欧州指令に従い薬品ともなっている。ありがとうございます。